さあやっていきましょう。第1回 NMR スペクトル解析講座酢酸エチル編でございます。まあ、第1回と言ってますけどもね、おそらくこの第1回で最初で最後でしょうね。他のやつをやるつもりはないないですよ。酢酸エチルがね、分かればね、あの他の、まあ、トルエンだろうが炭素抗酸エチルだろうが分かるらしい、分かるかな、まあ、応用の応用できると思うのでね、まあ、とりあえず基本の基本、基礎の基礎、酢酸エチルに戻って、もう一回スペクトル解析、例えば2年後とかね、4年後とか CBT とか酷使とかね、その時にね、すっかりスペクトル解析のことを忘れてても、まあ、酢酸エチルに立ち戻って、そこからもう一回、記憶の糸をこう、手繰り寄せてね、応用して、分かるようになればいいんじゃないかと思います。なんどんて、まあ、ここはね、しっかりね、固めておきましょう。酢酸エチル。じゃあ、まず、酢酸エチル、どんな構造なのか。ね、こうやって与えられた時、まず第一にね、構造をかけなきゃもう始まんないのでね。でも皆さんあれですよね。薬学の学生なんでね、酢酸エチルぐらいはかける。かけなくちゃいけない。むしろかけなかったら薬学生失敗。失敗というか失格だな。失格ですんでね。まあ書いていきましょう。これはもう高校生でもかける。酢酸エチルぐらいね。高校生ぐらいでもかける。汚ねえな C がな。C、C、C、C。で、まず酢酸書きましょう。酢酸の構造、酢酸の構造。中華あれだな。酢酸、エチルっていうのが何者かを知っておいた方がいいな。酢酸エチル。酢酸エチルっていうのは、酢酸とエタノールのエステルでございますね。エステルはわかるよね。酢酸もわかるね。エタノールもわかるはずだ。エタノールは C2H5OH のアルコールだね。で、酢酸は C2H4O2 つのね。C3COOH って言ってもいいかな。カルボン酸ですね。はい、これが酢酸エチルでございます。こちらがエタノール、こちらが酢酸、この2つが間でね、水が取れてエステル C イコール OO イコール二重結合 O で、これがエステルでございますね。さあ、これ酢酸エチル、もうこれ書けなかったら始まらんからね、これぐらいはちゃんと書きましょう。これぐらいささっと書けるようになりましょう。これ酢酸かけたら、まず、スペクトル解析においては、同じ環境の水素を見つけ出す。ここだったら、この C にくっついてる、この C3 つ。これ同じ環境の水素だね。ほい。次。次、次、次。この C、ね、左から1、2、なんていうか、右から2番目のね、C にくっついてる水素2つ。これ同じ環境にあると。多分もっと複雑な構造式のやつになっているところ、同じ環境の水素っていうのが何のことやら、何やらよくわかんないことってことになるんじゃないかなって、そんな気もしますけども、こわごわですけども。はい。これが3つね。同じ環境にある水素同士を結びましたと。同じ環境にある水素を見つけたら次にするべきことなのかどうかわからないですけども、なのかどうかわからないですけども、化学シフト値というのが与えられていることがあります。これ、教科書見ながらですけどね、教科書についてるやつですけども、化学シフト値、これぐらいはね、なんかね、先生曰く覚えろと。これはもう覚えろということらしい。うん。一番基本的な構造、メタンとかにもありがちな C2H、R の部分は炭素または水素原子って書いてあるね。H か、この H から見たときに、の H にくっついてる C の R。これが水素が炭素の時は化学シフト値は1から2。ね。1から2。そしてこれ、H がくっついてる C の横に C がもう1個ついて二重結合 O がついてる。まあまさにカルボン酸とかの形に近いやつは、これ2から3の ppm、シフト値、化学シフト値ね。で、次に C の横に O がくっついてるね。こういう場合、まあ、アルコールとかに多いかもしれんな。こういう場合は 3.5 から 5ppm に化学シフト値が現れると。ね。ppm ってここね、この下のメモリのやつね。うん。わかるかな？これに照らして合わせながら、まずは、どれがどの ppm、化学シフト値なのか、どの段がね、どれなのかっていうのをわかりやすくしていきましょう。はい。一番左の C。これからいきましょうか。この C。まあ、H か。H から見て、H から見て C があって C があってその C にもう一個 C がついて二重結合 O があるっていうパターン、これですね。一番広いの赤いやつは2から 3ppm が化学シフト、色が緑色、2から 3ppm
2から3 ppm pm 次その横こっちの C これはって言った時には RRRO これこの形ね 3.5 から 5ppm 3.5 から 5ppm 次ちょっとどかそう場所が悪いどかそうはいその次3つ目一番右側の C についてる H これはっていうと CH から見て CRRR だね R は H でも C でもいいからこれつまりこれは1から 2ppm ということになりますねちょっとここ狭くて見にくいけど、まあ、心の目で読んでくださいもういいねもういいねもう覚えてよこれぐらい覚えるらしいよ今は全然覚えてないけどねでラモンなんで、大体もうこれでどこにどこが行くかも分かっちゃうんだけどまあ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 まずはちょっと考えないで次に知るべきは、積分値ですね。積分値はわかるね。見たらわかるね。H が何個あるかみたいなもんだからね。3H。この多分積分値は、これが隠されてるときに、ここに与えられてるんだろうね。で、ppm の値から、この構造式を、推定していくって時に多分積分値は先に与えられてるんだと思う。これ見たら積分値はもう一目瞭然だからね。積分値これ 2H。積分値っていうのはこの上がったこのね、シフトの、面積みたいなもんなんでね。面積っていうのは分かる。こういう風なシフトがあったら、この面積は、まあ、いわば 3H 分だみたいなことが、これが積分値らしいので。大変はい、でこれ 3H ですね積分値は面積なんでねここでは見ても分かりません次積分値分かったら一重線とか二重線とか線の数何本出るかってやつこれを明らかにしていきましょうこれねちょっとね俺あんまり得意じゃないH から見て C、その C のお隣にある C の、お隣にある C の水素の数、プラス1なんで、ここから見た場合、この H の C のお隣にある C の水素の数なんで0ですね。0プラス1。ということで、これは一重線。まあ、線は弾きましょう。ごめんなさい。一重。さあ、これ。これ。H から見て C の隣にある水素の数1、2、3 3個プラス1個40です40はいこの段この環境にある水素の隣の C の水素の数プラス1なのでこれ30ですね見えじゃないよ30まあ、トリプルと言ったり、クアルテットと言ったり、シングルと言ったり、そういうふうな書き方をすること人もしてもいいみたいね。S とか、Q とか、T とかね。W、D だったりね。だここでもう全部出ました。この化学スペクトル解析するときに必要なものはね、どこにどこ行くならでもこれ見たらわかる。一発で。これ見たらわかるんだけど、まあ、もうちょっと詳しく行くなら、そうだな。まず一重になってる線一重線ですでどうもこれしかないこれしかないこれを仮に A これを BC としたらこれここだなもうこれ一重線だし 2から3ppm ね2から 3ppm2 のところに出てるこれ間違いないねこれで A 次ここ40線そして 3.5 から 5ppm に現れるっていうところからここだね 3.5 から 5ppm あたりに現れる40線1、2、3、4 40線これ B だね最後やる必要あるのかっていうけどまあ丁寧にいこう1から 2ppm に現れる30線1から 2ppm 付近に現れる30線1、2、3これだね
ここなんか女性入ってない？まあいいか。はい。わかったかな？これで、ペンペン。ペンペン。一回これもう一回消したやつ欲しいな。欲しいけど、まあ、これでいいか。ということでね、酢酸エチルのスペクトル解析、このようなやり方で、どこのやつか、どこの環境の水素が、な、どこの環境の水素のやつがどこに現れるか、一つ一つ丁寧に、まあ、化学スペクトル、これが分かったら多分もうちょっと簡単に、シンプルに分かるんだと思うけど、まあ、これはね、ちょっとね、覚えてないといけません。ね。メチル基みたいになってるやつ、これは1から2。カルボン酸やってるのは2から3。アルコールみたいになってるのは 3.5 から5。ね。C に O に H くっついてるやつは 9.5 とか、これはもう覚えなくちゃいけない。これ覚えるのは当然として、他のヒントね。この C の横についてる C の数は0だから、一重線とかいうのも分かれば、これが分かれば、一重線ってもうこれしかないから、これが A っていう風に分かるね。うん。まあ、こういう風にして、二重三重にヒントを自分の中で見つけていきつつ、もうこれ例えば 3H とか 2H とかやったら、3H ってやつは当然 2H よりも面積が大きいのだから、ね、一番 2H 小さいじゃん。小さいってことはこの小さい線のやつってことも、これも 2H からおそらく分かるっていう風にして、まあ、いろいろ紐付けて、ここ、多分、酢酸エチルが分かれば、この辺の数字の意味も、化学シフトの意味も、20線、30線、40線の意味も分かってくるんでね、これ大切に思い出して、ぜひとも勉強に励んでいきましょう。NMR スペクトル解析。そんなに怖くないぞっていうのが、これをね、まあ、足し算とか引き算の最初の段階に戻るみたいな感じですけども、これをもう一回見てね、勉強に励んでいきましょう。では、ほなまた。